しおり競技しおり競技は昭和時代戦後の一時期に存在したスポーツ種目である。1945年太平洋戦争で日本が敗戦し連合国軍に占領された。連合国軍司令により剣道をはじめとする武道は禁止され、その総本山であった第二本部特会は解散させられた。1950年3月5日剣道は 体育スポーツであるとの理念のもと、笹森純三を会長として全日本剣道競技連盟が結成されたが、剣道という名称が認められず、全日本しおり競技連盟と解消し、武道職を払拭したスポーツとしてしおり競技が考案された。同年10月、名古屋市において第1回全日本しおり競技大会が、翌年11月、東京都立九段高等学校の体育館で、 第2回全日本しおり競技大会が開催された。全日本しおり競技連盟は学校体育の授業にしおり競技を実施することを文部省に要望し、1952年4月から中学校以上の成果に採用された。同年10月、第7回国民体育大会にオープン競技として参加した。一方、1952年4月28日に、 サンフランシスコ平和条約が発効して連合国の日本占領が終了したことで、同年10月14日に木村徳太郎を会長とする全日本剣道連盟が発足し、しおり競技と剣道の合併が議論されるようになった。2年後の1954年3月、全日本しおり競技連盟と全日本剣道連盟は合併し、後者に統一された。 これにより、しおり競技そのものは廃止されたが、ルールの一部は剣道に引き継がれた。また、しおり競技は、男子のみならず、女子による実施も考慮されたことで、戦前にはほとんど剣道と接点を持たなかった女子が、後に、剣道界へ参加していく契機を作ったとする評価がある。第9回国民体育大会しおり競技選手は、フェンシングに似たシャツ、ズボン、運動靴、 軽量の防具を創用して、袋地内で打ち合いポイント数を競った。従来の剣道の審判員は、紋付け袴を着用して1名で判定していたが、しおり競技の審判員は洋服を着て、紅白の旗を持ち、3名で判定した。境界線で仕切ったコートの導入、足絡み、体当たり、発生の禁止等、従来の剣道にはないルールが新設された。ありがとうございます。